場は春日井梅王さんです。春日井梅王さんは今年女性としては初めて東京の浪曲協会の会長になりました。その梅王さんですが、2代目の梅王を継いだのが昭和50年といいますから、来年で30年をお迎えになります。で、梅王さんに健康法をお伺いしたんですが、今野菜中心の食事にされているそうです。ご自宅の前に小さな畑がありまして、そこでご自身で野菜をお作りになって、そのもぎたての野菜を食べている、まあ、野菜中心の食事になってから大変調子がいいというお話でした。それでは出演、春日井梅王さん、曲詞沢村豊子さん、房前智光作流れる雲、どうぞ。今表で聞いてきたんだけど、お前さん今夜講座で大変なしくじりをしたんだってね。お前さんには珍しいが、何だってお客様と喧嘩なんぞしたんです。恥ずかしい話ですが、あんまりやじられてついカッとなってしまったんです。考えてみりゃみんな足が悪いんです。自分のことでちょっと心配があったもんで、つい間違ったり閉じたり、おまけに寝不足をしていたために声も出ず、一席をめちゃめちゃにしてしまいました。仕方のない人ね。お前さんは声もいいし芸もできてるんだし、これからの何やぶしを背負って立てる大事な人なんだよ。そんなことを言ってもらっちゃ恥ずかしい。おや、私がお世辞でも言ってると思ってるの？長年何やぶしの三味線を弾いてきた私だもの。一声一節聞きゃこの人はどのくらいのことぐらいは分かってるはずだよ。それにね、この間の朝
お前さんが海岸で稽古をしているのを見て、私は本当に感心しているんだよ。しげさん、行く末を楽しみにしているよ。恥ずかしい恥ずかしい。それじゃあ朝の稽古もやめましょう。おや、お前さんまさか何やぶしをやめるんじゃないんだろうね。いや、姉さん、何やぶしはあっしの命だ。やめるもんか。そんなの話して聞かせてもいいでしょう。それとも女の私に聞かせたって仕方がないというの。お前さんも三河屋一門、私だってはばかりながら同じ一門、三河屋はじめの女房なんだよ。話してダメなら兜を縫うかもしれないけれど、聞かしてみたってまんざら罰は当たらないよ。姉さん、ご親切によくおっしゃってくださいました。実はあっしの親父が大病で、帰ってこいと手紙が来たのが10日前。羽があったら飛んで生きていほど心配で、夜もろくろく眠れなかったんです。恥ずかしい話ですが、あっしらみてえな下っ端の芸人に蓄えなんざありゃしません。なんとか汽車賃だけでもと駆けずり回っていた今日の夕方、とうとう危篤という電報が。そう、そりゃ気の毒に心配だろう。こんなことを言っちゃおかしいが、親は大事だ、大事には決まっていくぞ。姉さん、あっしの親じゃ、あっしの親じゃ、特別大事な親父なんです。しながら、そこの知れないお人よし人に騙され蹴倒され、ただの一度も人並みな暮らしも思いもできないでさすらい歩いた貧乏なさえもん語りじゃあるけれど、あるやす宿の冬の夜、薄い
飛んじゃ寒かろうと裸で抱いて寝てくれたお腹のすいたその時は財布はたいて芋かい自分は隠れて水を飲むこんな優しい父親はこの世に二人といない数小さい時に失った母の分まで温かく包んでくれた父親の望みは私に一角の寄せ出られる真打ちになってくれよと言ったこと、それも果たせず両親にさえことかく自分が情けない男泣きする刺激人を見つめてお構わさん、これを持ってお行き。それは金の指輪。冗談じゃありません。あっしはそんなつもりでいいんだよ。遠慮も時により切れじゃないか。これを持って裏の質屋へ、私の使いだと言って15円借りておいで。日立の勇気といや15円もありゃ足りるだろう。でも姉さん、そんなことをしてもらって師匠にいいんだよ。うちの人だって三河屋一門芸の上じゃ親類じゃないか。そんな心配よりも早く行ってお父っつぁんに会っておやり。これはね、重さんに貸すんでなくて、その優しいお父っつぁんに重さんという孝行者を私が会わせてあげたいんだ。でも姉さん、バカ、グズグズしていて人に見つかったら私が困るじゃないか。そうですか。それじゃねえすか。遠慮なくお借り申して行ってまいります。過ぎた7日目にようやく戻った重吉が、姉さん、あっしのためにとんだ思いをさせて申し訳ありません。今停止場合つき
わい家庭の表方に話を聞いて、うちへも寄らねえで飛んでまいりました。どうか堪忍しておくんなさやし。なんだね、しげさん、表方が何を話したか知らないけれど、別に何でもありゃしないよ。それよりもお前さん、お父っつぁんに会えましたか？へい、ありがとうございました。出世した姿を見せられねえのは残念でした。おかげで死に水も取ってやり、借りたお金で生まれて初めて親孝行ができました。そう、そりゃよかった。お姉さん、その手の傷、こちらを向いてその顔を見せておくんなさいやし。何の罪があってそんなひでえことをしたんだ。師匠に黙って指輪を借りていったのは足が悪かったが、何も姉さんにそんなひでえことをしなくたっていいじゃありゃせんか。いいんだよ、しげさん、あたしなんざ年がら年中殴られているんだ。こんな気じゃ日が経ちゃ治ってしまうけど、しげさん、病人は一日だって待っちゃくれないものね。姉さん、姉さんはまあなんて優しいことを言ってくださるんだ。顔に傷を作らせ、日本一の大事な手に傷を作らせたのもあっしの罪でございます。これから師匠にお目にかかって姉さんに罪はねえどだとあっしから明かりを立てます。いけない、いけない、あの人は無法な人だから何を言い出すか分かりゃしない。それよりもお前さん、今夜はこのまま帰ってください。おや、誰か表、おい、おま、おま、誰か来て、うのはしげきちだぞ。まあお前さん、お帰りなさい。やかましい。うぬらやっぱり世間の噂の通りだったんだな。いや、新七、てめえは家族のくせに横もこの三河屋はじめの顔に泥を塗りやったな。師匠、待ってください。師匠は何か誤解をしていなさるようだが、あっしらみてえな若造はとにかく、それじゃ姉さんがかわいそうじゃござんせっか。師匠に黙って指輪を借りていったのは足が悪かったが、姉さんのおかげで親父の死に水も取ってやり、それで師匠にお礼を申し、何を抜けしがんで、てめえはお浜の三味線が欲しくてこのまま口説いたんだろう。師匠、師匠は女房をそんな目で見て恥ずかしいとは思いませんか。なるほど、姉さんの三味線は日本一、弾いて教えてもらいたいことはありましたが、そんな情けねえ能人が日本一で、
この尼にお飾りだ。お前さん、一体私と茂さんが何をしたというと、何もしねえ奴らが二人っきりでビソ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 泣いたり吹いたりしてるんで、さあ二人とも出て行け。てめえたちのような犬どもが何やぶしで飯が食えたら、この三河屋はじめは日本中を逆立ちになって歩いてやら、おお、わま、てめえも出て行け。二度と横浜なんず姿現したら生かしちゃおかねえぞ。見せられず三味線一丁手に持って追われて、たった停車場今はできなく、ふたわりが下りで車のあんあんあない宿だが我慢しておくんなさいやし、幸いと愛客のねえのが三毛もんでございました。そう、そりゃよかった。しげさん、早速だけど稽古をしましょうか。なんですって姉さん。どう考えたって、私たちは何や節をやって生きるより他に道がないじゃありませんか。姉さん、弾いてくれますか。やりますとも、やりますとも、バリバリ弾いて足を叩いておくなさやし。やりましょうとも、やりましょう。日本一の、日本一の何や節になってもらうんです。お浜さん、何を泣きなさるんだ。しげさん、私は嬉しいんです。もう姉さんなんとつ言わないで、お浜と呼び捨てにしておくんなさいまし。筆の続く限り、命の続く限り、引いて引いて
お前さんが本当に日本一になってもらうんですよ。浜松さん、よく言っておくんなすった。負けるもんか、やめるもんか、あっしゃかなら日本一になってみせますぜ。酒屋で買ってきた酒いちごにかけ茶わん、わしが祝いのお頭で黙って飲んだ冷酒が心杯はたとえ貧しいものにせよ人には負けない情熱と敵誓いは無駄ならず後に天下の雲へも誉れ残した名人のまだ若き日の物語、まだ若き日の物語。